鳥羽の山木光は、東京都豊島区出身でではの海部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、小林昭人。身長百九十一センチメートル、体重二百二キログラム、血液型は A 型。得意技は、右四つ、より。最高位は、西前頭十三枚目。鉱物はスイカ。11代境川の勧誘を受け高校を一年、途中で中退し、 出羽の海部屋に入門。1993年11月場所に初土俵を踏んだ。入門前はブラスバンド部の所属であり運動経験はほぼなかったものの体が大きかった。誰でもできる仕事じゃなく自分にしかできないことがしたかったという理由で入門を決意した。長身の懐の深さを生かした四つ相撲で番付を上げていった。 1999年3月場所には、西幕下10枚目で幕下優勝を果たし、翌5月場所に重量に昇進した。この頃から体重が増え出し、2 0 0ラムを超えた時期もあった。重量に定着しかけたが2000年1月場所に幕下に陥落した。1年以上ばっかに低迷していたが、2001年7月場所に重量に復帰すると勝ち越しを続け、 2002年3月場所に新入幕を果たした。しかし初日の朝稽古中に右膝を故障。その場所を全休せざるを得なくなった。幕内はこの一場所のみ。その後番付を幕下まで落とし低迷したが、2003年11月場所で重量に復帰。しかし2004年3月場所10日目の若校長戦、土俵際で相手を打っちゃろうとした際に、左室外剣を断裂。 5場所連続全球で、西女二段52枚目まで番付を下げ、2005年3月場所で復帰したが、2番相撲で負傷しまたも、途中休場。5月場所にはついに和歌の城の西女二段79枚目を超える、西女二段90枚目まで陥落し幕内経験者の最低地位記録を更新してしまった。そこから這い上がり幕下まで番付を戻し、重量が、 見える地位まで番付を戻すことになった。2007年から2012年にかけては、幕下中尉から回を主戦場としていたが、2013年に入ってから、時折三段目に陥落するなど衰えが目立ち、ついに2015年1月場所を最後に引退を表明。引退に際して、幕内に戻りたかったが、体が限界だった。完全燃焼したので悔いはないと話した。 幕内力士で幕内出場令和、剣独山、鉄太郎以来で、昭和以後で幕内力士として番付に乗りながら、本場所で相撲を取れなかった力士は、土場の山のみであった。現役中に調剤事務の資格を通信講座で取得しており、1月25日に断髪式が行われた後、2月1日からは、浅草橋の調剤薬局に勤務している。ありがとうございます。